改造ポイントですか？ どこなんにで？でもなんか紫をちょっと増やしましたね、買った時よりも。あとマフラー、最初黒いマフラーだったんですけど、メッキに変えて。あと何ですかね、あとパタボーと風防をつけて、ウインカーとテール紫に塗ってもらって、気持ちよさそうだなって思ってただけだったんですけど、でも働き始めたらこう免許も取りに行く時間もなくて、いやーなんか乗ってみたいですよね、バイクって。ずっと興味はあったんですけど、なんか漫画に影響されたとか、あ、そういうわ全けじゃ。然ないんですよね。周りにも乗ってる人誰も いなかったし、あれですね、20代を半ばにしてちょっとなんか やりたいことやってみようかなと。一番最初のバイクは SRV250 ですね。それが年末、何ですね、クリスマスツーリングに行こうっていう、その前の日に見たらなくて盗まれた。 そっからまあ1ヶ月くらいバイクなくて、でゼファー買って、ゼファー400買ってちょっとして、その SRV 乗ってた時に、今のチームの人に会ったんですけど、そのチームの人に大型乗ってる人が多くて、やっぱ見てたらいいなって。でも1年後に大型免許取りに行って、 なんか知り合いの人から買いました、そのチームの出会った人と。その教習所の先生がそのチームのメンバーで、そのツーリングに参加したんです、去年の11月の終わりくらいですかね。でそこで今のチームの人と会って、そこからなんとなく入って 夜仕事終わってから行ったりとかですね。SRV 乗ってた時は本当バイクの友達誰もいなかったんで、一人で乗るしかなかったんですけど、道楽の人と会ってからは一人では乗ってないですね。やっぱりみんなで走った方が楽しいですね。女の子の 友達いたらもっと楽しいかなって。あまりみんな興味ないんですよね、バイクに。もう車とかバイクとか興味ないですみたいな。お気に入りですか？ステッカー以外ですか？ステッカー以外でバイクで。ステッカーは関係ないぞ。バイクではないからね。テールランプです。お。夜綺麗ですよね。そうだね。Thank you.
今のところそんな大きなトラブルは、一回なんか配線がちょっとおかしかったみたいで、うん、演出しちゃうみたいな時はありましたけど、それくらいですかね。今まで道楽のチームの一泊のツーリングがあって伊香保温泉に行ったのが一番遠くですかね、うん、週に2日は乗りたいですね、予定が合えば。でも良かったです、20代でバイク乗り始めて今楽しいです。Thank you.